第10代暴報と公爵、ヘンリー・ヒュー・アーサー・フィッツ・ロイ・サマセットは、イギリスの貴族。妻は、ドイツのビュルテンベルク王国王族の流れを組む、ケンブリッジ公爵の娘メアリー。父親は、第9代暴報と公爵、ヘンリー・サマセット。1900年、第9代暴報と公爵の長男として誕生した。次期皇位継承者として、ウスター公爵の儀礼称号を称した。 1923年6月に、ケンブリッジ公爵令嬢をメアリーと結婚した。1924年11月24日、父の死去により、第10代暴法と公爵となった。また、1965年から1970年まで、ブリストル大学の大学総長を務めた。1984年、邸宅バドミントンハウスで死去。妻との間に、子女はなく、 ボーフォート公爵位は八大公爵の弟の彦であるデイビッド・サマセットが継承した。また、ボーフォート公が継承していたハーバード男爵と元々トトト男爵はヘンリーの死後、保持者不在となった。このうち、ハーバード男爵は2002年に親戚筋のデビッド聖ハーバードが第19代ハーバード男爵として就職した。ありがとうございます。